真是大概一分钟。各位观众晚上好，我是公公公崎主席。今天是星期三，所以你好，公崎主席。今天我跟猫罐头比一比。公崎专属的哇 ，Cookie。カチです。カチです。さあ注目の決戦の日が訪れました。やってまいりました。実況私山下が担当します。はい。解説は私三河がよろしくお願いします。さてさて三河さん、はい、どうでしょうね、猫はどちらを選ぶのか、宮崎シェフの手料理もしくは缶詰、これは興味深い。シェフの意気込みを聞きましょう。宮崎さん、はい、ついに、決戦の時を迎えました。今の心境をお聞かせください。僕の中ではもう勝つ以外の選択肢はない。ちなみに宮崎シェフの作った中には何が入っているんでしょうか。鶏肉、はい、それからキャットフードを水で割ったもの、その2つです。何も足してないです。何も引いてないです。これはね、キャットフードを水で割るっていうのはね、ドライフードの弱点である消化しやすさ。水を加えることによって、はい、大変消化しやすい、体のいいものに仕上がっていると思いますね。なるほど。そしてですね、現在すでに2匹の猫がスタンバイしています。やーやーおみみですね。今か止まっております。あ、でも暇ですね。そういや、もうお腹減ってるんですよ。シェフが今日のためにですね、今日飯やってないですか。非常に残酷です。なるほど。はい、開けます。はい、はい、試合開始でございます。さあ来ました、さあ来ました。ヤオヤオとリンリン、どちらを食べるか。おっと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 、匂いかに匂い嗅いでる。真っ先に食らいついたのは猫缶ですね。シェフの顔が歪んでます。真っ先に選んだら猫缶。宮崎シェフのね、食事にはケツを向けてますね。いや、皆さんこれまだ分からないです。まだ分からない、はい、おっとおっとおっと、来ましたよ。ボス来ましたよ。母猫来ました、母猫来ました。さて母猫はどっちを選ぶ、母猫はどっちを選ぶ。おっと、お少ない方に行った。少ない方に、匂い嗅いで、匂いを嗅いで、匂いを嗅いで、食べるか食べるか、これ食べ始めましたかね。これはまだ食べてないですね。いや食べてないですね。ただし、この猫の食いつきっぷり見てください。これものすごい勢いで食べてます。ナンナンは、ナンナンはシェフのものを選びましたね。まだこう2つを食べ比べてないのでね。そうですね、ちょっと香りだけで選んだんでしょうね。なるほどなるほど。じゃあちょっと一回シャッフルしてみましょうか。お、皿の位置をシャッフルしてください。そんな小細工には、僕の料理なんてそんな小細工にはね、通用しないですから、ね、おっと、同じ場所に来ましたね。これは味じゃなくて場所の問題なのか。先ほどと違うものを食べて、子猫はどういう反応するかね。僕らから向かって右側のものを食うっていうだけの性質なのかもしれませんね。ただし、何なんわかんなかったでしょうね。そうです、鶏肉が少し大きいのか。そうですね、はい、食べづらそうですね。食べづらそうですね。その後、八百屋はどちらに行くのか。ちょっともういいかなっていう顔をしているように見受けられますけど。いや、そんなはずないんですけどね。おっとおっと、あ、やっぱり食べられた方に行くんですね。そのようですね。なるほどなるほど、これはシェフの負けですね。これはリンリンに至ってはもう出てきましたね、これ。これはもう言うまでもなく、おそらく宮崎シェフの負けでしょう、これは。最後にシェフのコメントをいただきたいと思います。シェフ、はい、今回の対決の結果ですね、はい、猫缶の勝利ということで、決定が勝敗がつきましたが、そのあたりどうでしょうか。ありがとうございました。言葉が出てこないんです ね、やっぱり負けてしまうとね。まさか負けるとは思ってなかった。正しい結果は無残なものでした。そうです ね、 いつもならがっつくなんなんも戻ってこない、うん、リンリンも戻ってこない、ヤオヤオだけが猫缶を食っているという、これは無情な結果でございますが、現実というのはこういうものでございます、うん、はい、それでは最後に皆さんで一緒に日本語を勉強しましょう。今日の日本語はこちら。すべて空回り、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 まあ、愛情は強かったですけど、シェフの。そうですね、まあ、それがうまく伝わらなかった。帰って逆効果にしまいましたね。肉のデカさに尽きるでしょうね。おそらくそれはかなり大きいでしょうね。人間食うつもりでね、シェフ作ったでしょうからね。そうですね、お客様に合わせたものを作るというのもシェフの役目ではありますから、ね、うん、それでシェフ失格ということで、はい、本日の放送終わりたいと思います。厳しいですね。ありがとうございました。チームは15名だ。英語が支配量、違う、いいな、いいてじ、バイ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 。3週間ほど休みます。よろしくお願いします。